近年の農業界では、農業従事者の減少や高齢化、自然災害の激甚化に伴う被害規模の拡大、そして気候変動による農作物の生産量や品質への影響など、農業の持続可能性を脅かす課題が数多くあります。夏場暑さが続くと何週間も日照りが続いたりとか、また雨が続くとずっと雨が続いたりとか、露地で安定的に農業経営をすることが非常に困難な時代に来ているなというふうに感じております。東北電力とプランツラボラトリーは、このような課題を解決するため、2021年11月から、総省エネ屋内農場システムによるソリューションサービスの提供を開始しました。この総省エネ屋内農場システムでは、プランツラボラトリーの持つ天候・自然災害に左右されない安定した栽培技術、小型で場所を選ばず設置できる独自の建物構造や遮熱技術、そして東北電力の持つ総省エネに有効なエネルギーマネジメントシステムエグゼムズの活用によって、農業従事者や農作物にとって快適な空間を創出しています。東北電力は本システムの検証のため、ヨークベニマルの物流センターの隣接地に実証施設を設置しました。この施設では、太陽光発電設備と蓄電池に加え、東北電力が供給する再生エネルギー 100% の電気を組み合わせることで、カーボンフリー電力による栽培を実現。太陽光発電設備と蓄電池は、停電時のエネルギー供給にも寄与します。さらに、生産場所と物流センターを隣接させることで、フードマイレージ、食料の輸送距離が生む CO2 の排出量を大幅に削減する効果も見込んでいます。なお、今後は世界基準の農業認証であるグローバルギャップを取得する予定です。フレッシュで安全で環境にも優しい野菜、この実証施設で生産された野菜は、宮城県内にあるヨークベニマルで販売を開始しております。これまでにも SDGs への取り組みを積極的に進めてきたヨークベニマルですが、この取り組みにより、さらなる付加価値の提供を図ります。東北電力とプランツラボラトリーは、本サービスの提供を通じ、小売業者や地元農家の方々とも一体となって、さまざまな課題を解決する、東北初のサステナブル農業を展開し、スマート社会の実現に貢献していきます。